高橋周平30の成績、こちら高橋選手の成績どうにかならないでしょうか。3球団競合のドライチがこれよ、怪我してからおかしくなった。まさか通算でホームラン100本打てないとは。龍の未来にふさわしい姿、新天地でも頑張ってほしい。 OPS なんでこんな壊滅的なんだよ。今年こそ勝負の年という発言を毎年聞いてる。素材は良かったのにこんな選手になってしまった。長打を捨てたインタビューは悲しくなった。ぶっちゃけ2000万ぐらいなら守備固めとして必要かな。活躍してるやつでも落ちてくる年齢だし、このままひっそりと消えていくんかな。 B ランクだからいらない。2軍で調整させればいいのにずっと1軍におった。何もしなくても勝手に育つとまで言われた逸材だったのに。石川もこうなる可能性あるんか。フォーム改造ぶっつけ、ファースト三振の数だけ増えてく。周平、立浪の送りバント批判されてるけど、こんな選手ばっかなら正解やろ。こいつがベストナインを取ったことがある事実から逃げるな。2020年の成績を続けれたら平田コースで勝ち逃げできたのにな。立浪野球の体現者やから複数年やろな。ご視聴ありがとうございました。